はい、北場からね、岡崎古墳群でございます。まっすぐ抜けれるかな、抜けれないか、ちょっとやばいな、雨降るかな。真っ黒の雲やね。一応傘は右に左に持ってんやけど、この辺どこや、もっと右か、あれやな、あの辺やな。おここなんや、ここ行けそうやぞ。おお、住宅になってますね。お、来れましたけど、ああ行きませんか。ここがそうですね、ここがそうやけど、この辺神社があるんだけど、どこやろ、神社は見当たらんか。ここ手前の農地になってんねんな。はい、反対側ですね。雨が強くなってきましたね、雨が。ちょっとランチをね、やめてよかったんだけどね、確認撮影してからランチしたらよかったんだけど、それでもランチしたの1時間やからね、大変だ。お、こんなのが2時あるぞ。この神社さんのお名前はわからんか、なぜかじゃわかんな、わかりませんか。これ春日神社かな。あ、どう、あ、春日神社、これが春日神社ということでね、ここじゃないんですよ。神社は神社でもね、これが古墳なんですよね、間違いなく。入れるかね。あら、フェンスいっぱいか。こっちから行けるね。前方後円墳が一基二基ぐらいあったじゃん、話しちゃったけどね。どうでしょうかね。形状確認できるかね。全くない。全く確認できないな。どうなんですかね、どういう手やかね、これ。わからん。たった形状がわかりませんね。ここは、岡田神社やったっけ。あ、岡田神社だ。失礼します。これはおそらく、ここらなんだけど、はい、失礼します。ここ、墳丘の中やね。これ、墳丘の中でございますね。これ、どうなんだろうね。月、盛り上げた月かね、これ。もともと若干はね、丘陵地帯になってるんですけどね。あ、墳丘、あれ残ってますよ、墳丘こう、に。残ってますけど、あれがないね。看板がないかわからんな、これじゃ。ほら、墳丘残ってました。あれ？ちゃうか。石室は見当たらんかね。まあ見当たらんな。反対側やね。
これは形状わからんねんけど、前方こういう運の可能性があるんですね。わからんな、これじゃ。なるほど、これね、真ん中で仕切ってあるということだね。ここ神社の仕切り、こっちが違うのかね。こういう感じでね、こういうことになると、可能性はね、前方後円墳の可能性あるね、これね。反対側行かれへんの、これ。行けまへんか。僕は見てないんだよ、道は。おうおう、我々行ったんで。あらら、ほんで行かれんと。あらあら、出たんやけどね。はい、出ましたけど。よしよし、あら、岡崎住宅の真横に出てきましたか、これ。はいはい、そこまで車で入ってきたことあるんだけどね、そこまでね。あ、こんなとこやったのかい。まあ、形状がわからんけどな。まあ、古墳は間違いないってことね。ここにね、墳丘がそこにあんねんけど、この手前にも墳丘みたいなのがなんかあんねんけどね、どういうことでもないのかね。墳丘が1個、2個何個か、あれ、わからんな。こういうふうにね、こういうふうに前方後円墳の可能性があるんだね。もうね、手前は何ですか、これじゃ。手前は名前はわかりませんね。墳丘がこういう、ここにあるということは、上がれませんか。入れませんか。ああ、ここね、この道ね。残念ですが。雰囲気上上がれないの。おお、ちょっと邪魔してる。あら、雰囲気ここから上がれそうやね。ふわふわでございます。ふわふわ。こういう感じやったらね。いや、ちょっと確認取れないね。確認が取れないけどね。まあ、ここ雰囲気間違いないですね。ここはね。
見えませんか、ここの降りるか。これ岡崎神社の入り口でございますね。ずーっとこれ丸くなってんだけどね。かけばいいと思います。はい、岡崎古墳群ちょっと弱くなったですね。はい、ありがとうございました。岡崎古墳群でございました。